前自由が丘で番組のなんかディレクターになりたいって言った女の子、うん、はいはい、覚えてます、来てもらってる。本当にやってるんだ。あらあらららら、お久しぶり。久しぶり。どう AD やってみて。いや結構今日初めてなことが。今日から。あ今日からなんだ。今日初めて。本当の本当に初めてで。なるほど。こうやることになって企画みたいの考えたりとかするの、うん、そうそうそう。そうですね、なんかいろいろ考えたりしてたんですけど、うん、おどういうのがいい。えなんか浜口女子大学じゃないですか、うんうん、そう肌荒れとかどうやったらお肌綺麗になるかみたいな。おお、情報として。なんかこう美容系なんか流行りのカフェとかの情報って大好きなんですよ、うん、女子大生って。そうか、そういう同じ感じで、うん、こう美容系の。美容も好きなの。いや大好きですよ。あそう肌は綺麗ですもんね。いや、そんなことないです。汚い肌。汚くはないです。綺麗じゃん。見たら分かるやろ。汚くはないだろ。こんにゃくスポンジとかあって、うん、本物のこんにゃくを使ったスポンジ、それをこう肌にこうゴシゴシくせってやつがあるんです。こんにゃく臭くなんないのそれ。なんないですね。そういうの臭みを抜いたこんにゃくで顔を。そうですね。すんの。ぐるぐるやったら肌が綺麗になるってことで結構みんな飛びつきました。あそう。へ知らんわ。やってんのこんにゃくのやつ。ちょっと3日で飽きちゃいました。3日で飽きた。いや我々はそれと美容のことなんか分からへんから、うん、でもそれをやったら女子大生が見てくれるって言うんやったらちょっとやってみてもいいかもね。そうですね。俺らの発想ではないもん。はい、美容なんて女子大生の発想やで、うん、美容は食いつくと思いました。あそう、美容は食いつく。それやってよ金子ちゃんが。浜口と鈴木タグで美容の番組やりたいですないよ、うん、俺たち そのスタッフの仲間にはそういう発想してくる人はないよ。じゃあタクさんの歌のコーナーをやめて美容のコーナーみたいなのやる。いや歌のコーナーやめた方がいいと思ってますよ俺も。これを潰してまでもやりたいコーナーかっていうのちょっと聞いてみてよ金子ちゃん。あ聞きたいです。女子大女子大美容ですかね。いやいやそりゃそうだよ。俺もそう思うもん。これやめてすぐ美容にした方がいい。これ生命線って言ってるやつの気が知れないですよ。女子大女子大悩みはたくさんあれども、すべての人がお金に飢えてる女子大